はい、どうも皆さん、明けましておめでとうございます。山順でーす。前回、2018年皆さん大変お世話になりました。富士屋カメラさんでカメラ買っちゃいました。前回の動画の方で、無駄遣いをしない、でもカメラ買おうかなみたいなことを言ってたんですけども、本日のみの、1月3日のみの、新春特別価格っていうのも設定されてましたので、富士屋さんの方にね、大量に、物を購入してきたので、開封をしたいと思います。はい、でね、いろいろ買ってきたんですけども、まずこちら。IR。はい、そうです。EOS R。買っちゃいました。なんかすごいなんかガタガタ言ってくる。大丈夫かなこれ。まずね、EOS R を買って、相当物買ったんですよ、実は。はい、ということでね、僕が初めて新品でレンズ買いました。RF マウントの 35mmF1.8 マクロ ISSTM のレンズでございます。RF マウントで一番安いレンズだったんですよ。マクロはね、普通のやつでも持ってるはいるんですけども、他のレンズが全部10倍以上するんで、ちょっと高すぎるなと思ってね。一応これを、こちら。これ袋詰めで、これは中古でいいやと思って買ったんですけど、はい。何かというと、キヤノンの、EOS R につける変換アダプターですね。ここにトリムリングのついてる、やつを買いました。これもトリムリングありなしってのがあるんですけど、このリングはもう多分、後々ね、絶対欲しくなると思ったんで、最初からもうこっちにしたいということで買ったんですが、これはですね、中古品です。中古っつっても、まだこれ発売したのが確か10月とか11月なんで、全然新しいんですよ。ということで、これは中古でいいやと。これでね、現行の今自分が持ってる、キャノンのレンズ、あとは、まあ、タムロンの、マクロもあるんですけども、そちらも使えるんでね、絶対必要だろうと思って買いました。マクロの、一応レンズフードですね。マクロの用のレンズフード。と、もう必需品でしょう。予備バッテリー。忘れちゃいけない液晶につけるガラスフィルムの方ですね。レンズフィルター。なんかティッシュ、安いやつ買いました。はい、メモリーカード。これもね、4K の動画が映せるんでね。4K でちゃんと映せるスピードの、対応のやつを買いましたと。で、最後に、お店から、おまけということで、EOS R を買った方々全員にこの EOS R 完全ガイドというね、本、もらいました。これね、意外に買うとね、2000円するんですよ。高いっす。高いんだけど、これを一応もらいましたんで、ね、これも、一緒に踏まえてお勉強をしていこうかなと思っております。まあ、3万円以上ご購入の方に福引きっていうのがあったんですよ。なんか、中村屋の美味しいおまんじゅうみたいなやつがあるんですけど、これと同時にね、実は福引きで、はい、4等当たりました。藤原さんのところで4等が当たりました。4等は5000円の割引が入ってるらしいです。はい、一応買ったものが全部でこんな感じでございます。じゃあ早速ちょっと開けてみますかね。はい、じゃあね、ちょっと開けてみますか。まあまあ、藤原さんのね、お買い上げありがとうございます。まあ、保証、マニュアルですね。これバッテリー。USB3 の端子っぽいですね。と、あと、まあ、いつもの充電器本体ですね。そして、キャノンの、ほら、緊張すんな。はい。入れよう。おー。EOS R。かっこいいな。こんな感じですね。やっぱね、お店でも触らしては当然もらったんですけど、軽いんですよね、意外に。うん。バリアングルがまたいいっすよね、ほんとに。そうそう。これいいっすね。まあ、ここによくあるダイヤルがなくなって、ここになったっていうね。ほんと軽いんだよな。70D とかに比べちゃう。当然ないよね。付属のバッテリーはだいたい8割型、電池ないんですよね。はい、ということで箱も片付けてね、
電池入れてみますか。さあ、オンしてみます。オン、オン、オン。やっぱりか。やっぱりそうなるよね。さすがだわ。ということでね。ということで、70D のバッテリー入れます。改めていきます。オン。来たー。これはまあいつも初期設定ですかね。18年じゃないんだよね。もう19年なんですよね。これホールドやったんだ。エリア設定、なぜロンドン？これ最初から日本でよくないかな。で、初期設定完了。まあ、これで映せますよっていう状態ですね。あ、まあこの辺は後でね、いろいろ設定してやっていきましょう。この辺の液晶とかすごいよ、ね。やっぱこう、持った感じなんですけど、コンパクトでありコンパクトじゃないみたいな中途半端な感じなんですよね。一応ミラーレスって言われてるらしいですから、うん、ちょうど個人的には欲しかったサイズ感なんですよ。僕が所有してるのが 70D ですね。70D と、こちら EOS の M3 なんですけど、ちょうどね、この中間ぐらいのやつが欲しかったんですよ。この2つの。ほんとちょうどいい塩梅の大きさですよね、こう見ると。見てください。なんかもう、ちょうど、長男、次男、三男坊みたいな大きさしてません？これを、僕はもう、この大きさが本当に、あれですね、すごい気に入りましたね。こう、横にしてもわかるように、やっぱり、まあ、70D とかの現行のこっちの、大きさ、一眼の大きさと、本当のミラーレスって言われるものの大きさの本当中間あたり。を、になってる大きさなんで、僕は本当これは良かったなと思いますね。はい、そしてね、忘れちゃいけないこの RF マウントの純正のレンズですね。初めて買った。あ、これも藤屋さんの補修紙ですね。あるのは保証書と、まあ、レンズ用の説明書、そしてで、レンズってここに入ってんだ。おー、ほい。おー、新品がすごい綺麗だね、やっぱり。35mm。で、まあ通常はないこの、なんていうんですか、トリムリングっていうんですかね。ピント合わせたりとかできるやつのリング、これがついてるってことですよね。すごいな。スタビライザーとかオンオフです。なんかね、RF のレンズってここかっこいいんですよね。こっちのレンズもこれがあるんですけど、この一体感が非常にかっこよさそうですよね。はい、ということで、レンズくっつけてみますか、とりあえず。怖いな、開けんのが。あー、かっけえ。新品だから当たり前なんですけどね。で、これなんかオンにすると開く。オンにすると開くんですよ。でね、これね。おお、怖い。おお、かっこいい。ということで、レンズを純正のやつをくっつけてみましょう。ほい。おお、なんかここの一体感いいっすね。このちょっと灰色チックな、このノネ。これかっこいいなぁ。あ、でもまあマクロだから近いは近いですよね。オートフォーカス早っ！ほんと早いな。で、こういう時に役に立つのが、バリアングルですよね。この状態で。ちょっと見切れてるね、カメラに。早いな。すごい早いね。ボケ感すげえ。あとこれね、伝わんのかな？これね、ちょっとわかりづらいんですけど、光学ファインダーの中です。すごいね、これね、自分のちゃんと目で、目視見るとすごい綺麗なんですよ。ほら。ほこりまでがっつり。すごいんだよなぁ、まあ。こんな感じですね。ファインダーの、この中の画像がとにかく綺麗。なおかつなんですけども、コ
今回買ってきたね、この、RF のマウントのやつですね。これも、この、ラインが入ってるんですね。多分こっち側が本体だと思うんですけど、本体側だと思うんですけども、これをちょっとくっつけてみますか。で、やっぱりね、このファインダーが閉まってくれるから、結構その、時間勝負でここを、ガーってこう、くっつけることが多いと思うんですよ。ただこれはファインダーが閉じててくれるから、まあ本当は早くやらなくちゃダメだとは思うんですけど、やっぱちょっと安心できますよね。埃の侵入とか。確か、店員さんの話によると、本体側とこれをくっつけるのが先だって言ってましたね。お、こういうことか。ちゃんといい感じに多分合いますね。オートフォーカスが早い。はい、ということでね、今回フジアカメラさんで、購入してきた EOS R、そして RF の、35mm マクロ、そして RF と EF マウントの変換観点プラス小物たくさんということでね、買ってきました。またね、いろんな、まあ、写真とか撮ってね、ちょっとずつでもいいから2019年度はお出ししていきたいと思います。またこれでね、どんな感じの動画が撮れるとか、その辺についてもね、ちょっと触れていければないいなと思っております。こちらの方がやっぱね、本当に僕が待っていた大きさ本体なので、当分の間もこれ一本で浮気せずにやっていこうかななんて思っております。今後またね、今年の2019年の CB プラスか横浜で多分やると思うんで、できればね、うちの友達とかも連れてちょっとカメラの沼にハマっていただきたいななんて思っております。それでは、2019年一発目の、開封動画、キャノン EOS R、 あとレンズとレンズアダプターの開封動画でした。また、次の動画も見ていただければと思います。この動画が良かったと思ったら、できればグッドボタンを押していただければ幸いでございます。はい。それでは、山順でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。